ネバル君。はい、ネバ。今回はいつもラジオでやってる人生相談あるじゃない？はい、ネバ。あれをですね、ニバキラ TV で公開収録することになったよ。恥ずかしいネバ。ラジオが見られるなんて恥ずかしいネバね。しかもね、はい、ネバ、今回の相談者はなんと、はい、森屋市長さんなんだって。答えて解決してあげてくださいよ。解決するねば、楽しむねばね。じゃあ早速行きましょう。行くねば、行くねば、うんうん。モニアはね、7年前に、はいね、全国の住みよさランキングで、はいね、1番になったんですよ。去年はね、5番だったんですね。5番、また日本一の住みよさランキングを取りたいなと思うんですけど、はい、ネバネバル君からしたらば、こんなことしたら日本一になっちゃうんじゃないのっていうのありますかね。そんなの簡単ネバよ。1番から4番の町を調べて、悪評を随分と一気に1位ネバだからね。あとちょっと念のために1位に上がってきそうな6番から10番の悪評も流しとくねば。そしたら1位になるねばで解決ねば。解決しましたね、解決しました。そういう政治手法もあるって聞くねばよ。どこの市長さんも同じですけども、なかなかお金がないんで、なんとかなりませんかね。ここにいるみんなの中で一番お金持ってないネバだけど。そうだよね。100円ぐらいならあげるネバ。あ、そう。出せる今口から。そうね。100円も持ってない。悲しい話ですね。多分市長さんの方がいっぱい持ってるよね。そうね。年のせいって言っちゃダメですよ。膝が痛いんです。病院に行ってください。解決ね。腰が痛いんです。病院に行ってください。解決ね。運動が足りないとか、食生活とか、姿勢とか、そういうの全部入ってるね。そうですよね。何から来てるものかっていうのを突き止める。もしかしたら市長をやってることが原因でストレス。そうかもしれません。だから今すぐ市長を辞めるね。解決ね。解決。そういうのもあるんで。次の市長はネバル君でもいいネバか。いいネバね。任せとけネバ。県庁に行ってですね、ネバル君は今非公認で頑張ってるんですけど、公認キャラにしてもらおうと思ってね、県庁に行ったことがあるんですよ。ね、そしたらね、断られちゃったんですよね、ネバル君。だからもう県知事になろうと思ってる。そうそう。県知事になれば勝手にもう公認になるじゃねえかっていうことで。そういう野望を持ってたんですよ。それはやめた方がいいですよね。今のまんまがいいんじゃないですか。はい、そうしますね。女性問題とか大丈夫。最近どうなんですか、女性問題は。僕も36歳なんで。え、ちょっと何言ってるんですか。もう引退させないと危ないね。いや、気持ちの問題ですよ、多分。気持ちが36、膝とかはもう70、80ですけど。もう少し、来月になると46なんですよ。ちょっとどこまでが本当か分からなくなっちゃったんですけど。はい、ね。だから、その女性問題もですね、戦意はあれでも戦力なしなんです。そういうの簡単すればね、納豆は実はとっても勢力があるのに、だから、納豆をどんどん食べてほしいねと、毎日食べれば、もうそれはそれでぐい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 伸びるねばだから。いや、それ変な意味になっちゃうね。なんかぐいぐい伸びるって。そんなことないね
ばよ。だから元気になるってことね。あ、元気になるってこと、ね、精神的な勢力が伸びるってことね。あ、そうですね。納豆食べてくださいね。はい、パー、わかりました。納豆大好きです。嬉しいねばね。おー、あー、いいですね。このように伸びるということですね。対決ねば。ネバールくん。はい、ネバー。なんだか今回は市長さんに対して好き勝手言ってたような気がするんだけど、大丈夫？自由ネバー。自由って言っても、ほら、市長さんには立場ってもんがあるんだからさ、言葉選びとかは大切にした方がいいんじゃないの、ネバールくん。自由ネバー。いや、自由自由言うけど、まあ、ネバール君がそういう自由な感じ出してたから、市長さんも後半の方はなんか自由な感じの空気というか、あれ、まあ、お兄さんもなんだか何やってんのかよく訳が分かんなくなってきちゃったんだ。なんかお兄さん大丈夫かな、これ。自由ネバー。ああ、自由って素晴らしいですね。じゃあね、バー。